キロッチさん、しんいちさん、さんちゃんだよ、たい焼き、としさんラブレター、ヒーローさんハート、ふくちゃんお疲れ、こうさんたい焼き、みつるんたい焼きありがとうございます、よしかずさん、こうさん、リザ48さん、ひろし BKK さん、はるさん、ゆうすけさん、あさなまテレビさん、とっちゃんありがとう、じんらいさんお疲れ、あーギフトが流れていっちゃう、ありがとうございます、じんらいさんお疲れ、くろさんお疲れ、しんいちさんお断りです、みゆちゃん、あやとくんハート、こうじさんハート、いっちゃん、ガトーショコラさん、ソイカラさん、ケイティさん、じんらいさん、エリオさん、ダーソクさん、カズヤさん、アルテミスさん、たい焼き、カズノシンさん、アジサイありがとう、うわーやばい、動体視力動体視力、ゆうたくんレインボースターありがとう、いっくんレインボースター、 Z さんアジサイ、ゆうたくんお断りです、おたけさんハート、 Z さんお疲れありがとうございます、トニーさんたい焼き、大吉さんたい焼き、ニシアンハート、カメさんアジサイ、ワッチさん、あれワッチさん、たい焼きありがとうございます、ヤスオくん、ノギンさん、クロさん、スタメンさん、スカイホエールさんありがとう、シイチさんもありがとう、ダーソクさん、クロさん、水色魂さん、カメさんありがとうございます、こんばんは、ただいまです、ただいま、広島に帰ってきてお家の掃除をして、今メイク終わりました配信終わったらメイク落とすのに、たけさんたい焼きありがとう、今日の意味行ってないんで行けなかったです、行きたかった、ちょっともう行きたかったけど行けなかったので、もう無心で掃除してました、お家の断捨離してました、おみかんさんありがとう、そう行けなかったんですよ、まあ、去年行かせていただいたのでね、また来年とかツアーがあれば行きたいと思います、めちゃめちゃ悔しいよ、でもうちわはなんかファンの方がそうツアー行ったからって言ってくださったので、行きたかった、コストさんたい焼きありがとう、寒天もありがとう、レフトさん寒天、スプマンテさん、マルヒノさん、ヤマさん、たい焼きありがとうございます、うん行きたかったけどまた今度行けることを願います、ね、陣内さん、レインボースター、おみかんさん、たい焼きありがとうございます、スカイホエルさん、レインボースター、もちはださん、たい焼きこんばんは、カペラモードさん、たい焼きありがとう、共演ね、でもティフが同じ日な気がする、ステージは一緒か分かんないけど、カメさん、カズノシンさん、レインボースター、ユウスケさん、お断りです、白熊さん、たい焼き、しんいちさん、花瓶ありがとうございます、フッチーハートありがとうございます、オールナイトフジコ見てくれてありがとう、そういっぱい映ってたよって言ったけど、あれは収録だから一緒に見てましたよ一緒に見てた、自分たちのパフォーマンスもスタジオで見てたし、あの収録した後も確認用映像で何回も見たから、もうそう見てました、そうだった、同じタイミングで見てましたスタジオで、キョンシュさん、たい焼き石川先輩お断りです、カジノフォンテンさんお断りです、昼休みさん、たい焼きありがとうございます、ひーちゃんが喜んでます、気づいてくれなかったのに、ひーちゃんコメントしたけど気づいてくれなかったひーちゃんが今あの愛の重さを覚えてて、今度一緒に練習しようってコメントしたらもう全然気づいてなかった、じさんサッタンお断りです、カズノシンさんありがとう、そう目赤いんですよ今日、なんかコンタクトしてなくて一日メガネで過ごしてたからかな、
ね、そうかもしんない。コンタクト今日はしなかった。もうホテルから広島に帰ってくるまでずっとメガネでした。メガネに帽子でもうすっぴんなんで帰ってきた。ゆうすけさん花瓶ありがとうございます。たっくんハートギフトありがとう。みんないっぱい感想くれて嬉しかったです。昨日のオールナイトフジコとっても嬉しい。ありがとう。もういっぱい見てもらえて嬉しい。前までなんかこう歌番組ってなっても一回こう映るかみたいな感じだったから、歌割りもさ一つのワンフレーズで5人とか歌割りがあったりして、だからその一瞬映ってパセリだみたいな感じだったじゃないですか。でも今回みんながこうたくさんスクショしてくれたりとか、見たよって言ってくれたりとかしてすごく嬉しかった。うん、見てくれてありがとうございます。 TVer でも今見られるのでぜひ見てください。そう、一人一人顔をね抜いてくださっていて見つけやすかったかなって思います。お、これから見ますね。見てぜひ、また感想教えてください。めっちゃ映ってて嬉しかった。私も嬉しかった。私もさ早くみんなに言いたいと思いながら待機時間過ごしてました。早く生放送始まれと思ってた。当日そのカメラテストとかを、生放送とかでも収録でもカメラテストがあって、そこでどこで抜かれてるかを確認するんですよ。映像見ながら振付師さんとここのカメラ何番のカメラで今抜かれますみたいな言われるから、それで振りを、例えば私は無責任にのとこはこう目をこっちに手と一緒にこう行かなきゃいけないけど、そこの振りはカメラに抜かれてるところだから尾崎さんはカメラでずっと見てて大丈夫です。普段の振り付けとかを、例えばあかりんさんこうターンをするとこだけど、あかりんさん抜かれるからカメラ目線でみんなとはちょっと違う振り付けに昨日だけ変わってたりとか、そうそうなの。カメラテレビ用になってました。あとはね、曲のイントロとアウトロも短いバージョン、テレビサイズバージョンで違いました。違ったんよ。 SK がオールナイトフジコ出演した時は生歌唱が深夜3時だった。いやでも STU も前回そんぐらいだった気がします。番組自体が1時間になったのかな、時間が変更になったから今回早かったけど、前そんぐらいだった気がする。確かそう、テレビバージョンでした。そうなの。だからまたあのバージョンが披露できるときはテレビに出るときになると思うので、前回のシングルが10枚目シングルのときが一回このオールナイトフジコさんだけだったんですよ、歌番組だけど、せっかくのファーストアルバムということでたくさんの場所でね見てもらう機会が増えたらいいなって思っています。夏は歌番組多いですし、冬も多いけど夏と冬は歌番組あるから出られたらいいなって思いますね。初選抜のメンバーとかも多いし、新しい STU ですよって知ってもらうこういい機会だと思うので出れたらいいなって思います。メビウスさん、ジャクソンさん、タロイヌ46さん、イハクさん、ガモーさん、フレーベさん、ノブローさん、シンイチさん、ありがとうございます。たい焼きめっちゃ目がねヒポヒポする。
泣いたりしたわけじゃないけど、めっちゃ赤いですよね、目。目赤いよね。わっちさん、かわいい、ありがとう。さんちゃんだよ、たい焼きありがとう。目赤いね。しっぱしっぱ。としさん、たい焼きありがとうございます。そうかも、移動中もなんか今日は寝る方向が定まんなくて、寝て起きて寝て起きてってしたらもうついちゃいました。目薬したしたよ。ナルシさん、たい焼きありがとうございます。今日はスパークのメンバー発表もありまして、スパークは、愛の重さのメンバーだけど、千穂さんが舞台かな、舞台の稽古なのかな、お仕事なのか。千穂さんが昨日出たメンバーから言ったら千穂さんがいなくて、さこちゃんが出ます。そう、姫たんが出演いたします。16名で出演します。楽しみです。とっても川崎だって。目が日焼けした。確かにありそう。今日めっちゃ眩しかった。今日朝から外歩いたから、移動で。それかも、目が疲労を感じてるのかもしれない。スパークのね、場所を Google マップで昨日調べて、おお、羽田空港の近くだってなりました。空港近いね。海辺っていうかもう海だった。今までは山だったけど、今年は海。あの場所はやばい。何、ね、どうやべ、暑い、暑そうだよね。でも夏だし暑いよな。ゆきりんさんが13日に出演してて、スティーブは14日だから、そう、会えない。かずきさん、たい焼きありがとう。ジロくん、寒天ありがとう。前乗りしないの？前乗り？スパーク？スパークの日ってこと？スパークの日？どうなんだろう？出演時間が何時なんだろう？前は、私未だに覚えてるのは、あの2年前のスパークの時に本番の30分前に会場に到着して、あの渋滞とかに巻き込まれてバスが進まなくて、東京で歌番組が終わって山中湖に向かったんですけど、渋滞に巻き込まれて30分前に到着して、もうメイクさんが2人か3人かしかいない中、みんなで急いでバタ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 って準備して出るっていう、あれを超えるバタバタは今のところない。だからもう一生ないないと信じたい。めっちゃバタバタしてました本当に。うん、ギリギリに間に合いました。もう会場着いて楽屋案内されて、でよしメイク始めるかぐらいの時に、 STU さんそろそろスタンバイもうすぐですみたいに言われて、やばいまだ終わっていませんってなって焦った。うん、あそこ道混みますね。あとバスとかが、あの運転手さんのルールがあって、何時間運転したら何時間、あ、何分休憩みたいなのが決まってるのもあって、そうルールを守った上で行ったらちょっとギリギリになっちゃった。しかもね、バスだからみんな、あのトランク、バスの下のさところに荷物、メイク道具も入れてて、バスの中でメイクできたらよかったけど、その時はそうみんなお泊まりだったから、キャリーバッグの中とかにメイクポーチも全部入れてて、メイクをバスの中でもできなかった。だから今度からちょっと移動がある時はメイクポーチは手元に置いとかないといけない。2年前、去年は大丈夫でした。去年は
全然いっぱい時間があった。まもるさん、たい焼きありがとう。しんいちさん、ハートありがとう。昨日はホテルに3時ぐらいに着いたんですよ。生放送終わって3時ぐらいにホテル着いて、でコンビニに朝ごはん買いに行かないと絶対にもう新幹線乗る前にコンビニ行く気力ないわと思ってコンビニに行ったけどさ、もう何が食べたいか分かんなくて眠たすぎて、もうどうしようどうしようと思って、わかめとオクラと大根のネバネバサラダみたいなやつをとりあえず買って、でヨーグルト買って、そうもうどうしようと思って、とりあえずチョコのお菓子、新幹線食べる用のチョコのお菓子買って、でアイスどうしよう、さっき待機時間に食べちゃったからと思って、そういう時にパッて目についたのがキュウリの一本漬けだったんですよ。がキュウリの一本漬けを買ってホテルで食べた。だから今日朝起きたらめっちゃむくんでました。今はまだちょっとむくみがある。これパジャマです。そうお風呂もう終わったんですよお風呂もう配信のあと、新幹線もさ寝て起きて寝れなかったから多分眠くなると思って、もうお風呂を先に終わらせて、だからあとメイク落としたら寝れます。メイクを落として就寝です。新幹線のアイス買ってない。新幹線のアイス2回しか食べたことない私。もう前髪もお風呂上がりだからサラサラです。伸びたんですよ。また昨日の歌番組で出演で気づいた方もいると思うんですけど、前髪がさいつもパッツンだけどこう巻いてたんよね、くるって伸びすぎてて、今結構もう目にかかるぐらい伸びてて、長い、めちゃ長です。こんぐらい切りたいけどまた失敗しそうだから、昨日の本番前に切ろうと思ったんですよね。でもね、失敗したら終わりじゃないですか。テレビで初披露で前髪一人だけおかしかったらさやばいからと思って切らなかった。伸びちゃった。また切りに行かないと。前髪カットだから今止めてます。すっきりすっきり。マリオ2さん、たい焼きありがとうございます。お、パセリのポスター引いたの、すごい。結構でかいんですかあれ。サイズ感が分かってない。結構大きめ。おみかんさん、たい焼きありがとう。クワドリさん、たい焼き。大五郎さん、ハート。ルキルキさん、ポンさん、たい焼きありがとう。真空券さん、たい焼きありがとう。ジャーパングさん、花瓶ありがとう。めっちゃ目しっぱしっぱ。よしかなさん、たい焼き。山猫坊主さん、甘いまんじゅうありがとうございます。白熊さん、たい焼きありがとう。 B さん、結構でかい。それは大きい。 B さんだったのか。信頼さん、アイスありがとう。ワッチさん、たい焼き。いっちゃん、寒天。スタメンさん、たい焼きありがとうございます。B さんのポスト私も欲しいんだけど。欲しい欲しい、いいな。実家の玄関に飾りたい。 B さん、ビーチサンダル。もらえないんですよ。あれはもうおじ引きするしかない。東京にいたのに悔しいね。東京で買えたかもしれん。広島じゃゲットできないんだ。フィリップさん、たい焼きありがとう。真空券さん、だるま。さとこさん、ハート。さらそよかさん、寒天ありがとう。何も当たらん。これはスペーデが当たるよか。おー、バーベキュー当たる。
いっぱいあの運を貯めといてください。マクールさん、花瓶ありがとう。今日はパちゃん2枚目とソちゃんでした。おー、ソラパスじゃん。横に並べといてください、ソラパスちゃん。いいな、ポスト。こんばんは。なんかチークをさ、コンタクトしてないからさ、チークの色加減わかんなくって、ちょっと今日も濃い。なんか最近毎日濃い。多分ブラシに残ってるんですよ、今までの蓄積が。洗ってるけどすぐ残るから、昨日の分とかのチークの残りがさ、寄りついちゃって。今日も濃いです。ピンク、ピンクほっぺ。中田さん、山猫坊主さん、たい焼き、うっかりあんこさん、お断りです。中田さん、お断りです。和之進さん、ラブレターありがとうございます。チーク、めっちゃ濃い、こういう。暗闇カバーしてたの。やっぱ行きたかったん、行きたかったよ、行きたかったよ。でももう考えなくていいよ、もう行けなかったのが悔しすぎて考えなくていいように、もう今日はもう無心で、もう断捨離、もう断捨離して断捨離して、お母さんとテレビ電話してました。映像化してください。そうだよ、ライブに行けなかった人の気持ちを今日は味わいました。まあこれもまた勉強だ。アイドルをしていて、やっぱファンの方の気持ちになるというのは大事だね。お話し会も、オンラインお話し会も参加して、やり方とかをこう実際にやってみて、あ、難しいなと思ったから、今回はライブに行けない辛さを学びました。学んだ日、今日は。うん、そう思う。 Z さん、甘いまんじゅうありがとう。西さん、たい焼きありがとう。やまないだねやまないよ、誰かさんと違ってね。マリオ2さん、たい焼きありがとう。ツーショット立ち前提のポーズを先行しました。おっ、確かに立ちかもしれませんね、ツーショット。ひーちゃんにコメントスルーされたこともファンの気持ち、確かに切なかった、切ない気持ち。でもめっちゃ頑張って振りを覚えようとしてたから。ツーショット立ちか分かんない、座りなんじゃないのかなと思ってたけど、立ちなのかな、どうなんでしょう。でも私が着てるあの衣装は立ちの方が綺麗に見えるけど、どうだろうね。何も言われてません今のところ。ああいうやつ、なんかああいうイベントって当日行くまでどういう仕様か分かんないんですよ。だからリリーベとかも当日行くまで素手でこう手袋がないとかフィルムがあるとかも何も知らなかったから、どうなんだろう、幕張に行ってみるまで分かんないかもしれない。どっちだろうね。わっちさん、たい焼きありがとうございます。トールさん、たい焼き。リデンさん、ハートありがとうございます。どうだろうか。今日の劇場は14巡、何巡まであるんだっけ、半分ぐらい、ギリギリぐらい。まさかさん、たい焼きありがとう。こんばんは。どっちかな。お、ようやくチェキ受け取った。やったね、チェキ。よかった、無事に届いてありがとうございます。ゲットしてくれて大事にしてください。またライブとかに持ってきて、持って現場到着だよって言ってください。
あ、確かに会場のルールそれ大きいかも。私も個人ファンクラブの時にこういうやつしたいですって言った時も会場さんに確認も必要だからって言ってた。会場その運営さんとしての STU としての OK と会場としての OK とあるみたいなね。飲食とかはダメとかそういうのがあると言ってたから、確かにそれもあるかも。会場との兼ね合いみたいなのとかあるかも。楓さん、たい焼きありがとうございます。なるせさん、たい焼きありがとう。24順まであるの？じゃあ、後半、ギリ後半14順ってことは。内肌さん、たい焼きありがとう。あ、練り歩きも多分そう、会場的に OK かどうかになる。パチャン的チェキの使い方教えて。パチャン的チェキの使い方はスマホケースの裏に挟むです、か家に飾る。私はスマホケースの裏に入れてます。今入れてるチェキは、え、見せたい、みんなに見せよう。ちょっと待ってください、止めます一旦。チェキ見せびる。お待たせいたしました、じゃーん。今はあの一昨日ぐらいにもらったこれを入れています。なんでかっていうと、入れてって言われたからです。一番上にいろいろ入れてるんですよ、私プリクラとか。一番上に入れてって言われたから、そう、愛の重さを感じるチェキを入れています。ラブ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 ラ、何個書いてるんだろう。12個ラブがあって、文章にも大好き。これラブラブラブ。止まった？嘘、止まっちゃった。そう、ラブくれた。パセリお返ししてないです。してない、していません。来週誕生日です。来週、また来週ルームに来てくださいよ。毎日配信してるよ。今日でいいの？おめでとう。初めてのコメントかもしれない。来週誕生日です、おめでとうございます。来週、また来週来てください。来週だってもう月末ですね。来週はかいちゃん、花束ありがとう。来年誕生日です。来年1年以内の誕生日です。やばい、みんなおめでとうだった。私もね、あと半年ぐらいしたら誕生日、半年後誕生日だよ。11ヶ月後ほぼ1年後じゃん。おめでとうございます。あ、待って待って、この前お名前教えてもらったのに読み方をまた忘れてしまった。何さんだったっけ。ハングル文字調べてみんなに教えてもらったのに。プールさんか、プールさん、プルンさんだった。本当だね、プルンさんだった。プルンさん、そうだ、イントネーションがぴったりですって教えてもらったのと。プルンさん、ありがとうございます。ハート、イエス。もうメモしよう、読み方学ぼう。ミッチー、お断りです。ふうる、お、これでプルンさん、
おお、ハングル文字覚えてこ。難しいですね。トシさん、ハートありがとう。おみかんさん、かわいいありがとう。スナネコ坊主さん、レインボースターありがとう。学んだ、うん、学んだ。この前も教えてもらったけど、また教えてくれてありがとうございます。難しい難しい。陣来さん、しんいちさん、たい焼きありがとう。独学？いや、私読めない読めない。ハングル文字はこの前はネットで調べました。ハングル読めないけど、でもね、韓国 Vlog とかめっちゃ見るから、なんかだいたいこれはあのセリカのリだから、これはリって言ってるからみたいなのはわかる。リがついてるってことはこれって言ってるかもみたいな、単語の予想みたいなのではあるけど、難しい難しい。和之進さん、尊いありがとうございます。ありがとう。こんばんは。昼休みさん、たい焼きありがとう。そうだよね、覚えたらね、組み合わせを覚えたら読めるよね。多分ね、発音が難しいって。ほうほう。青って意味なの？へえ。そうなんだ。知らなかった。学び。ブルー。ブルー？ブルーって意味なの？なんかね、日本人の留学生の Vlog とかも見るんですよ。で、あの屋台とかに行って、あの注文とかをさ、韓国語でこうするやつとか聞くけど、あの同じ単語でも違うイントネーションとか難しいなと思って見てます。私もいつか行きたい。勉強になったね、ありがとう。やっぱさ、こういう機会がないとなんか、ね、何から覚えるか、覚えたらいいか分かんないから、これで一個学びました。青、ブルー、プルン、黒マイネキ知ってますか皆さん。私な、黒マイネキのYouTube を見てるんですけど、黒マイネキって呼ばれてる黒マイを紹介する日本人の留学生の、あの YouTube があるんですけど、その、ね、ショート動画をね見て韓国の食べ物を学んでる。黒マイって黒マイネキって呼ばれてる人がいて、それを見てなんかチャプチェみたいな、そう、置き米じゃなくて黒米。黒そうだよね、日本語も方言ね、なんだったっけ、なんか昨日ね誰かが方言言ってたの、あずみかな、楽屋であずみとくるくるとそらはさんと喋ってて、ずっとで、ね、あずみのイントネーションが独特って話になったんですよ。なんかね、あずみ今キャプテン ST のキャプテンしてるんですけど、あのレッスンとかで代表して先生にこう質問したりとかすることが多くて、あずみいつも先生って言うんですよ先生すいませんみたいな、普通先生じゃないですか、先生っていつも言うから、他の単語もイントネーション違うのかなと思ったら、そう違って、
鉛筆みたいな、なんか鉛筆も違ったんですよね。他にもなんかいろいろ違くって、広島弁なのか安住弁なのか分かんないけど、その話を昨日本番前の楽屋でしてた。収録が終わった後に生放送までの時間が結構あったんですよ。 4,5 時間あって、そう 4,5 時間あったからさ、メイク直しとかしながらみんなでお話ししたりしてました。いや、あずみ弁かな、先生っていうのいつも。阿部寛さん、甘いまんじゅうありがとう。愛の重さ、思う。愛の重さもだし、ヘタレタチの時もね、イントネーション問題、千穂さんのイントネーションが違うっていう風に、そう話題になったんですよ。ヘタレタチオなのかヘタレタチオなのかみたいなのがあって、今回も愛の重さなのか愛の重さなのか、どっちが正確なイントネーションなんだろうっていつも思う。何が正解なんだ。あ、そう、岡田あずみですみたいな言う、あずみの自己紹介、岡田あずみですみたいな感じのイントネーション。ひろし BKK さん、寒天ありがとう。重さ、愛の重さ合ってる、愛の重さ、でも愛の重さ、うん、なんか違うよね、メンバーによって。愛の重さ、愛の重さ、どっち。制服の重さ、もう確かに制服の重さはいける。制服の重さ、愛の重さ、じゃあこれだ、愛の重さです。愛の重さ。トシさん、レインボースターありがとう。でもね、分かんなくなる。もうなんか STU いろんな方言のメンバーがいるから、どれが標準語なのか、広島弁なのか関西弁なのか九州の方言なのか、もう分からんくて。あとね、昨日ね今までずっと振付師さんが高尾さんって呼んでたんですよ、サヤンのこと。ずっと私が選抜入った時とか、もう花は誰のものとかの時にアンダーで歌番組出た時とかも、いつも高尾さんって言われてて、絶対高尾さんなのにと思ったんよね。だついに昨日の振り確認の時間で、高尾さん、あ、ごめん、高尾さんだっけみたいな言ったの。へーって、イントネーションが正された。そう、びっくりしました。もう2年ぐらい高尾さんだったけど、高尾さんになりました。そう、治ってた。でも私は未だにいつもおしゃべりするメイクさんがいて、その方が長崎にしょっちゅう行ったりするんですよ。で、おすすめのグルメ教えてみたいな、福岡のグルメと長崎のグルメ教えてよみたいな、ね、お話しするメイクさんがいるんだけど、そのメイクさんとももう STU 入ってからだから、まあ、5年はないかな、 3,4 年ぐらいは一緒にお仕事で会ったりしてるメイクさんがいてね、未だに尾崎さんって思われててこの前のリリーベの日も、その広島駅のさ南口のところでリリーベがあって、その時もライブが終わってメイク直ししてたら、尾崎さんいっぱいうちわあったねみたいな言われてさ、ですねもう今さら、もう何年も尾崎として認識されてるから、もう今さら言い出せなくて、初対面ならまださこう頑張れば言えるけど、もう最近はもう訂正もしてないから、まあ、どっちでもいいかと思って訂正してないんですけど、初対面ならまだしも、もう2年ぐらい一緒にいたらさ言いづらくてね。そう
そう、ずっと尾崎としてやってる。そうなの。え、そうなんですよ。アニメートもそう、尾崎で、なんか整理番号が尾崎だったみたいなのを聞いて、え、私やっぱ尾崎さんかもしれん、もうどっちが自分が間違ってるかもしれんとか思い始めたレベルで、最近尾崎さんって呼ばれます。一時期やっぱ ST 入ったばかりの時とかはいろんなスタッフさんが尾崎か尾崎かどっちだっけみたいなあったけど、最近はさ、もう結構みんな尾崎って覚えてくれてたんですよ。でもまた最近尾崎が流行りだして、尾崎ブーム来て、もしかしたら私が間違ってるかもしれません。本当は尾崎かもしれない。そう、また来た尾崎ブーム。尾崎15の夜、盗んだバイクで走り出してません。同じこと言って、さっきから私が喋るタイミングでコメントがちょうど同じこと来る。気が合いますな。もう最近誰も訂正してくれなくなっちゃいました。前までマネージャーさんとかも訂正してくれたんですよ。すいません、おさきですみたいな。でも最近もみんなもう慣れちゃったのか分かんない。おさきあんまいないもんね。パちゃん、パちゃん、確かにみんながパちゃんって呼んだら解決。病院で違う名前呼ばれたりしてる。え、病院怖っ。でも病院ってさ、似た名前の人いるかもしれないじゃん。難しいよね。なんとかさーんって呼ばれて、私はね、なんか野崎とかまさきとか、なんかそういう名字の人がいたら、まさきさん、おさきさん、野崎さんみたいな、そういう先系の名字がいたら、あれ自分、あれ違うみたいななります。ちょっと反応しちゃう。どっちだ、おさきさん、できまるさん、たいやき、ゆちょさん、ハート、わっちさん、たいやき、ハート、あんばさん、たいやき、れねさん、たいやき、ありがとうございます。ミスターさん、瀬戸内のミニマロンさん、阿部ひろしさん、いでさん、ひりあすみさん、かずのしんさん、ありがとうございます。たいやき、とうとい、ありがとう。おみかんさん、ハート、ありがとう。おさき、ね、受付番号だよね今。でも受付番号をね、私が前に行ってた耳鼻科が受付番号渡されるのに名字で呼んでくるタイプの、もう何のための受付番号なのっていうタイプのさ、耳鼻科だったんですよそう、2番の番号でお呼びしますねって受付でもらって、したらおさきさんって言われて、え私2番としてさ、生きる気満々だったのにさ、急になんか本名で呼ばれてびっくりしちゃった。多分間違ったんだと思います。うん、読み間違いあんまりない。私読み間違いしかないよ、いつも読み間違える。もうでも慣れちゃいました。もう私が悪いですって気持ち、読み間違えても、いやもうこっちが分かりにくい名前なんですいませんって気持ち、もう全然大丈夫ですって気持ち。エジリン、たい焼き、ありがとうございます。番号で呼ばれると嫌な人です。なんでなんでなんで嫌なん、なんで漢字を間違えられる。あー、人の名前、その名前。でも私も、あの、自分の実のおじいちゃんが一生セリカのリをリカのリっていつもね、カレンダーに、もうちっちゃい頃から高校生ぐらいまでカレンダーのセリカをさ、リカのリで書かれてました。リカのリでセリカ、おばあちゃんちのでっかいカレンダーに、セリカ誕生日、
違うセリカさん。リ、ひろし BKK さん、寒天ありがとう。あ、苗字か、確か苗字も難しい。どっち、2パターンあるタイプ難しい。私もさっきが2パターンある、上のところが立つか王かどっちかなみたいな。余計なものを足されて間違われる。おお、一緒だね。私もなんか王冠つけられちゃう、王、王様の王つけられちゃう。あるさん、たい焼きありがとう。え、はしごだか難しい。あとさ、斎藤さんとかのあのサイの種類難しい。斎藤、私はね、あのね、斎藤が苗字のアイドルさんはエゴさんの時どうしてるんだろうって思って、あの私ですらさ、尾崎の尾崎セリカって名前を間違えられて、この前会ったのが、この前カメコ STU で見つけた5時なんですけど、ハッシュタグカメコ STU、 ハッシュタグうつみりね、ハッシュタグ尾崎セリネだったんですよ。尾崎セリネに初めて出会って、そう、もうリネのさ変換からもう尾崎セリカが尾崎セリネになってたやつをね初めて見つけて、いやおもろすぎと思ってね。そうそうなの、もうつい最近のツアーのカメコでね、それがあって、でさ、もうそういう私でもさ、そういう誤字みたいなのあったりするけどさ、斎藤さん、例えば斎藤渚さんとか斎藤キアラさんとか、斎藤の才がさ違うとか絶対あるじゃん、エゴさ。もう片っ端からエゴさするのかな、斎藤苗字のアイドルさんたちは。いろんな才で試すのかな。尾崎セリネいいよね。あ、そうだね、響ちゃんもそう、浜田の浜違う、あのね、難しい方とか、難しくはないけど小学校で先に習わない方、なんて言ったらいいんだろう、あの浜はね、浜、浜田もね2種類だね。あ、渡辺も難しい、渡辺か渡辺か分かんないの。斎藤、どの斎藤で調べても出てくるようになってる、すごい、めっちゃいいじゃんその会社。尾崎はどうですか、尾崎の先はいける、眉浜っていうの、え、かわいい、眉浜アイドルにいそう、眉浜。長吉さんありがとう、たい焼き、やばい目がヒポヒポタイムきた、目の疲労きてる。なんで今日何もしてないのに目の疲労タイム。おみかんさん、回復薬、ヒーローさん、たい焼きありがとうございます。スパガニータ、え、スパガニータか、みやりさん、スパガ、私がちょうど見てた頃にいたかも、前島亜美さんとかがいた頃スパガ好きだった、スパガのアルバムとか買ってた、 CD とか。しんいちさん、回復薬、回復薬だって、回復薬ありがとうございます。にゃんきちさん、お断りです。なんでだめ、失敗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 、紫外線、
ああ確かに、吉田とかね、吉村とかの苗字あれだね、上の吉の上のところがどっちが長いか問題。本当だね、やっぱいろんな感じがありすぎるんだね。あ、リンコはもう殿堂入り、私の中でリンコはいつも間違えられてた。乃木、リンコのリンの人は乃木の子。リンコ兵道、確かに富士の方か頭の方か、葵さんは頭の方、難しい。あつおさん、寒天、のりさん、たい焼き、ありがとうございます。田中さん最強説、確かに田中さんは間違えない、中田さんも間違えない。あとは簡単な佐藤さんとかね、間違えなさそう。いや、そう、かなうちゃん、そうなんよ、かなうちゃんの生写真の感じね、いでのでが違った。いで、いでのでは違います。あ、そうだね、新聞、そう、新聞とか漢字が違ったりするから、その例えば中国新聞とかのああいうオンラインの記事とかでも、ネットニュースとかでも、例えば浜田とかやったら浜がその簡単に書ける方というか、何だっけ、眉浜じゃない方の浜になってますみたいな、補足されてる時もあるよね。補足ない時ってさ、だいたいリプランとかでさ、そういうファンの方とかが違いますって書いてたりするけど、補足がある時もあるよね。大学で鈴木さんが鈴本さんって呼ばれた、いやそれは難しい、さ似てるもん、一本線があるかないか、だいぶ違ってくるね、木と本と。吉川かと思ったら吉川だった。ああそれはもうむずい、無理や、一発で読めないかも。ゴンベンさん、花束ありがとう。右田ピッポさん、たい焼きありがとう。吉川、吉川、吉川。ああトミー、確かにあの HKT にいらっしゃった富吉さんとかも、富、上にチョンがない富、富、そう25日、そう長崎出身フォーテートグループメンバー3人揃います。3でも HKT さんにまた新たに長崎メンバーが増えたんですよ。だから全フォーテートグループ全長崎メンバーでさ集まる機会欲しい。カエニアさんもね、長崎どんどん増えてます。 HKT さん、長崎、長崎、そう一時期さ、もう私とカエニアさんだけだとか思ってたらどんどん増えた。長崎、長崎バイオパーク、わかる、森保まどかさんのイメージわかるね。私もずっとそう、フォーテートグループ長崎といえばって感じ。確かにじゃんけん大会、じゃんけん大会のあの衣装とかってさどうしてるんだろうね。長崎、ねえ、じゃんけん大会
衣装本、衣装ブックにさ、衣装図鑑か、衣装図鑑とかにじゃんけん大会の衣装載ってるから、うわーかわいいって。なんか当時はさ、もうそんな衣装をじっくり見てなくって、こうほんわかした雰囲気というか、あ、誰々ちゃんの衣装恐竜かみたいな、すごーいみたいな感じで見てたけど、今考えたらさ、もう細かいところまでこだわられててすごいね。おしゃれカンパニーさんすごい。めっちゃきのこさん、たやきありがとうございます。個性出る。私は絶対にアイスだわアイス、あ、でもブロッコリーとかでもいいよね私がブロッコリーの衣装がいいですって言ったらさ、緑のアフロみたいなウィッグをかぶってさ、緑の全身タイツとかかもしれない。経費削減ですって言われてさ、私だけもうアマゾンで買ったみたいなアマゾンで注文して来たよみたいなやつかもしれない。パセリ、どれくらい希望出せるんだろう。あれほんわかしたこうこんな感じアイスみたいなので言うのか、ここは絶対にこれでああでこうでまで言えるのか。私はじゃんけん大会をさ経験してない、もうテレビで見てるタイプのメンバーだから、もう自分たちより上の先輩たちは経験してるんですよ、ドラさんまでは。でも2期からはテレビで見てる側の人だから、どういうシステムか全然わからん。ワイも仲間だね、仲間ですな。そう、じゃんけんブックも買ってた私。総選挙本と総選挙の結果が載ってる水着のやつと、あとあのじゃんけんブック買ってました。だから多分 ST メンバーの載ってる記事が実家にあります。じゃんけん大会、いや私負けそう一発目で。しかもさ、あれじゃないですか、 AKB さん以外はさグループの中で予選があるから、もうあれはもうちょっとじゃんけん激弱だから、じゃんけんポン、じゃんけんポン。ねむねむかおもちさん、たやきありがとうございます。そうだ、予選突破しないとだよ。そうじゃん、私パーしか出せないっていう設定にしてるから、もう終わった秘密にしないといけない。もしじゃんけん大会がまた再開するってなったら、パーしか出せませんとか言ってるあのこのやつをさ外部に漏らさないようにしないといけない。パーしか出せんから、パセリのパー。それかはもう急にルールを破ってグーとかチョキで来ると思うじゃん相手、パーしか出しませんみたいな言ってグー出すでもそう思ってまた違うの出される。あ、これがさじゃんけんの醍醐味騙し合い難しいですね、心理戦だもん。引きだね、パセリ、グセリ、チョセリ、チョセリチョセリ、なんかメキシコあたりで料理名にありそう。チョセリ、マリコ様は全部パーで買った。じゃあ私は全部パーで勝ちたい。素直なパちゃんでいてほしい。一番のプレッシャー、心理戦もう始まってるやん。素直なパちゃん、私これやりたい、こうやって覗くやつして、こうやってあれ絶対意味ないけど、なんでこれがさ
世に広まったんだろうね。こうやってやるやつさ、これ地域とかでもないし学年とかの流行りでもなくさ、全国的にみんな知ってるじゃないですか、こうやってじゃんけん前に覗くやつ。すごいね、手遊びとかもすごいよね。え、これ何が見えるかって何も見えない。優柔不断な自分の心が見える。優柔不断であればあるほどこれをすると思う。体が硬いからできない。あ、確かにこれ昔よりできにくい、やりづらいかもね。わかる。これさあ、結局さ、自分の直感じゃない？直感で出してるよね。やってた？やっぱみんなやる。え、40年前からあるやつ？そうなの？これ40年前からあんの？本当？調べてもいい？穴の数を見てるの？え、知らなかった。穴の数？じゃ、穴が塞がってたらゼロでグーってこと？私は覗いて形がチョキっぽかったら、この空洞から光が漏れてくるじゃないですか、この覗いた時に。その形がチョキっぽかったらチョキみたいな、形がグーっぽかったらグーとかでやってたけど、わからない。じゃんけん、なんて調べたらいいの？じゃんけん覗くやつ、じゃんけんを覗くやつ。お、地域によっても違いますが、自分の地域では丸型だとパー、四角だとグー、三角だとチョキみたいな感じです。わかる、私もこのタイプ。ほー、本当だ。穴がないのはグー、穴が2個はチョキ、穴が広いのはパー。江戸時代に、え、江戸時代からの説みたいなのあるよ。え、いろんな説が出てきた。ほい、やっぱ人によるのかな。うん、40年じゃなかった、江戸時代みたいな書いてる記事があった。でも本当かは分からない。その記事によるとなんか江戸時代にそういうポーズがあったみたいな、だからそこから来てるかも。もう全部憶測、当時を生きた者はいないから。もういますか、コメント欄に。あの頃の話ができる人、当時はいないか。いないでほしい。いたら困る。ちょっと成仏してほしい。こんばんは。ギリ生まれてない。ギリ、ギリなの？ねえ、いたらちょっと怖いか。ちょっとだけ。あ、前世の記憶。え、あれなんかさ、ちっちゃい子供が前世の記憶とかお腹の中の記憶喋るとかあるじゃないですか。本当なの？私はないよ、前世の記憶もお腹の中の記憶も。本当にあるんかな。ね。同じくない。ないよね。やっぱないのが普通。親の気を引くため説が。え、そうなの？親の気を引くために子供が気を使ってんの？喜んでくれるから？はあ。前世は木炭あれ、川俣アンナさんですか？川俣アンピーですか？全然前世木炭。
物心がつくと忘れる。あ、そうなんや。じゃあもしかしたら私も途中まで覚えとったけど忘れちゃったんかな。いや木炭って本当？木炭が前世とかあるんだね。私も知りたい前世。前世の予想はなんだろうね。でも虫かも。虫、雲とか。ジャーパングさん花束ありがとう。2歳くらいの時に生まれた時の記憶を話してた。言葉を覚えたてぐらいでってこと？はい。あ、確かに前世パセリです。前世は土から生えてました。それで土からすくすく育ってこう頑張って太陽の光に近づこうとね頑張ってたんですけど、人間に引っこ抜かれて出荷されて、でそれで生まれ変わって人間になりましたという設定にしよう今日から。それです。それにします。そう出荷されました。どこさん、どこにしようかな。広島で収穫されて長崎に出荷されたんです。そうだから生まれ変わったら逆に長崎で生まれて広島にこうやって来たということにしたいと思います。あ、コリン星。あ、確かに。でもコリン星ってさすごいよね。あんなにこう広まってるというか、いろんな人がさコリン星って覚えてるじゃないですか今でも。かわいいよねゆうこりんさん。たまにゆゆいさんに見える。ちょっと似てません？最近困っていること。最近困っていることはまつげが伸びすぎてまぶたにつくこと、それでまつげが曲がること。あと最近困っていることは気づいたら出費していること。お金がなぜか、なんでですかね。なんかいろんな支払い、まあ税金だったりまあね人間として生きるためのお金がかかることですかね。あとはそうだな、何ですかね。あ、クーラーをつけたいけど今からつけたら真夏が来た時にちょっとどうやって生きたらいいか分かんないから扇風機で生きていること。あとは新幹線で寝るポジションが定まらないこと。首の位置が定まらなくて今日もずっとこうやってもずっとなんかもう寝て起きて寝て起きてもうどこなんだろうどこなんだろうって思って。あと今日気づいたんですけど新幹線って直角すぎない？座席びっくりしました。倒したんですよ今日は。倒せたんよ。たまに倒せなくてさ直角で行く時もあるけど倒せてよし広島に着くから椅子戻そうと思ったら急にもう直角以上の直角みたいな、もう90度超えてもう前のめりなんじゃないかってぐらいびっくりした今日。新しい新幹線だったから、え、すごい直角だった。びっくりしました。うん、でもね倒しますって言えないときは直角で移動しますよ私は。最近は大丈夫です。
最近は言えてる。あ、でもこの前バス移動ツアーでバス移動の時に言えなくて倒しますって言えなくて、岡山かな、岡山かどっかに行く時に、そう、あ、徳島、いや香川、愛媛、なんかどこか行く時にね言えなかったんよ、後ろメンバーなのに言えなくて、なんか直角でずっと寝てました。そう、言える時と言えない時があるんですよ。いや、なんかねタイミングを逃した、乗った瞬間に言えばよかったのに、その時に言い忘れてて出発しちゃって、結構行ってから、あ、やばい、倒してないって気づいたんですよ。もう今更なんか言いづらいわと思って、もういっかと思ってね言えなかった、諦めちゃいましたね。タイミング難しい、言ったことも言われたこともない、なんか池田優良ちゃんのソロ曲にありそうな語呂だね、そういう語呂じゃない。相手なんだね、少しずつ倒していこう。あ、この前それも使ってみましたいろんな手を使ってるの、倒さない時もあるし、なんか若干倒して見てる時もある。うん、じわじわやってみたこともある。あとはもう一気にバーンってやった時もある。あとはね、最近の困ってることは何ですかね、あ、収納がないこと。この家にメールにも書いたんですけど、この家の収納なさすぎてちょっともう本当に困って、次うなうなに会う時にいっぱいお洋服をもうもらってもらおうと思って紙袋にね入れたんよ。そしたらさ、その紙袋をしばらく会う予定ないから、こうクローゼットとかに入れときたいけど、そういうスペースがないから、今目の前に紙袋にこう服が入ってる状態でさ、ポンと置いてあるわけですよ。見栄えが悪いと思って、困っちゃいますね。収納が欲しい。あとは壁が薄いことをずっと言って、もうもはやクレームに近いぐらいずっと言ってるのは部屋の壁が薄いことですかね。うん、部屋の壁が薄いことと床から釘が出てくることと、釘をその業者の方に来てもらって2、3回直してもらったけど、また違うとこから出てくる、あの潜らった時みたいに出てくる、ここ直したら違うとこから、今洗面所の床から1個とベッドの下の床から1個と4個くらい出てましたね。もう釘っていうか、なんかなんだろう、あれは硬いやつが出てなんか、あの何、こういう釘、タケコプターみたいな形の釘じゃなくて、なんかこう金属みたいな、なんかそういう金具みたいなやつが出てくるんですよ、床から生えてきて生えてくるんですよ。あ、そう、踏んだの、そしたら踏んだんです。そしたらね、あのお母さんが絆創膏を床のその釘の方に入りました私の足の方じゃなくて、の床から出て釘の方にお母さんが絆創膏を貼ってくれましただからお風呂場のその出てるやつは絆創膏がついてるそう、ちょっとした対策だね。でもね、それはだいぶマシになりましたよ。うん、あの絆創膏のさ、あの何、ガーゼ部分があるから、あの踏んでも痛くない。
よしひろさん、たやきありがとうございます。ずっと出てるんだよね。村上さん、くろさん、たやきありがとうございます。たいやき、けんぼうさん、ハートありがとう。今日は広島に帰ってきてずっとお母さんとテレビ電話してて、で一回なんか電波が終わっててさ、私にその、あ、はい、困ってることまだあった。電波がめちゃくちゃ悪いんですよ。家の中でそうテレビ電話とか LINE とかしてて、もう急に電波が2本とかになったりするの。電波2本問題になったりして、そう、もうね数ヶ月前からひどくて、定期的に来る。だからあの Wi-Fi を切ってつけ直したりして対策するけど、またすぐなっちゃう。あとはね、困ってることはなんだろうね、ありますか皆さん。困ってること、困ってること、暑すぎること。本当に暑くて、暑っと思ったから昨日新幹線で半袖で行ったんですよ。そしたらもうクーラー寒くて、あ、上着って大事やなと思った。そのなんていうの、店内スーパーとかのそういう冷蔵コーナーとか冷凍コーナー歩くときってめっちゃ寒いじゃないですか。でも外はめっちゃ暑いじゃないですか。そういうの難しい。車のエアコンつき始めたので燃費が悪くなってきました。わあ、ガソリン代今どんな感じなんだろう。ガソリン代高い？今安定してますか？今日めっちゃダイレックス寒かった。ダイレックス名指しやばい。でもダイレックス寒いの分かる。寒いよね。ウォンツはそんな寒くない。ダイレックス懐かしすぎるね。ムシムシするよね。除湿モードでも寒いよね。本当に本当に。新一さん、たやきありがとう。電波塔、え、電波塔ができたら電波悪くなるの？気温差で体調崩しそう。わかる。私もなんかさ、昨日ホテルと新幹線がめっちゃ乾燥してて、ね、喉のイガイガがさ、 STM メンバー喉イガイガブームみたいなの今来てて、私もそのブームに乗りそうでちょっと怖いです。みんなね辛そうだからもういつも心配になるの。乾燥、冷房による乾燥。でもマスクをしたら肌が荒れるから、あの寝るときとか布、なんだっけ、布みたいな、ネックピローみたいな、マスク代わりみたいな布をつけて寝たりするんですけど、もう難しいですね。季節の変わり目は特に。もくもくも気温差、そのブームに乗ってました。わあ、流行の最先端。私は出遅れてる。なんか後から一人だけなりそう。ゲホゲホ、やだよ。イソジンでうがいしてます。イソジン、カバのイラスト。イソジン、持ち肌さん、ハートありがとう。エアコンデビューした。早い。私は今日扇風機デビューしました。あのいつも配信中はこの前買ったさミニ扇風機やったけど、今日はいつも毎年使ってるデカ扇風機をついにつけました。暑すぎて。マーシー、ハートありがとう。パセリは体調大丈夫かい？うん、今のところは。でもあのなんかあれを
昨日でちょっとさ生活リズムがみんな崩れてると思うからそこが心配ですね。だから今日はもうお風呂を先に終わらせて配信終わったらいっぱい寝るぞの気持ちでいます。いっぱいスヤスヤするぞの気持ち。クロさん、コワン、おみかんさん、寒天ありがとうね。目もひっぱひっぱ、でも寝たら治りそう。目はひっぱ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 。網戸生活最高。私もお昼は網戸生活です。でも夜はなんかちょっと防犯上も怖いしさ、網戸、あとさなんか外の声とかもさ夜こう聞こえてくるから閉めてる。あと虫が入ってくるもうねカメムシがすごくて、また今年も去年はそんなに感じなかったんですよ。他のメンバーの家はカメムシすごかったけど自分家はまあ別に、まあ、そんな騒ぐほどでもないかなって感じだったんですけど、最近玄関の目の前にカメムシが5、6匹お亡くなりになってて、お亡くなりカメムシと元気なカメムシが今玄関の前に結構いて、匂いがねすごいんですよ。カメムシの香り、フレグランス、それがちょっと大変大変ですね。ちんさん、たやきありがとう。そうだよ、去年は去年はメンバーが騒ぎすぎてスタッフさん、マネージャーさんがマネージャーさん本当にもうさお気の毒、もうそんな働かせないでって思ったけど、マネージャーさんが出動したレベルでカメムシやばかった去年ね。本当にもう休ませてあげて、絶対にマネージャーさんもその STU の会社に入る時の契約の時にさカメムシ退治っていう項目は絶対なかったから本当にさもう休ませて、時間外労働よってなるけど大変よマネージャーさんね。でも私はそこまでのレベルじゃない、うわまたおるわって思うけど特に騒がず、なんか騒いだらさこう飛びそうで怖くてカメムシがキャーンってなんか静かにしてます。心の中で騒いでるタイプ、やばーうわーってなるね。リネはなんかリネはさ自作じゃないや、何自室にあるんよ、部屋のドリンクホルダーにカメムシ専用スプレーみたいなのも置いてるんですよ。だからもうあの人は無敵です。去年いろんなカメムシスプレーをゲットしてもう無敵です。無敵無敵。その中にカヤムシがいるとやばいねえ。踏んづけた時のこと考えたら眉毛が眉毛こうなっちゃう。うえー、ソタロウね、ソタロウもカヤムシ騒ぐタイプなんだよね。カヤムシ騒ぐタイプメンバーリネとソタロウツートップ。スーパーニモさん、たやきありがとうございます。22時40分、嘘早い、あえー、ほんとやもう36分だって。じゃあ45分、いやでもどうせまたさ45分とか言ってもすぐ来るから23時までしましょう。23時までして終わろうかな。
完成の巻さん、たやきありがとうございます。今日お風呂終わってるからもうメイク落としたら寝れちゃうから完璧だよ。カヤムシの背中が尖ってるのが許せない。尖ってる？尖ってる？カヤムシの背中って、え？尖ってんの？どれぐらい？私が今脳内に浮かんでるのはあのポケモンのさ、あのゼニガメの進化系みたいなやつが脳内に浮かんでます。進化系なんだっけ、あ、これこれこれ、ゼニガメの進化系のあの強そうなやつ。 HK さんありがとう、花束もありがとう。なんて名前あれは、あ、カメックス、カメックスカメックスみたいな感じ。久々に見たカメックス、やばいね。これジェネレーションギャップだよね、きっと。メンバーゼニガメとかは知ってんのかな。まあゼニガメは分かってもカメックスは分かんないかもしれないよね。切ない、切ないよ、とっても。でも私はアチャモ世代、アチャモ、アチャモとかポッチャマとか、あ、アチャモは水五郎か、いやもう一個後だ、ポッチャマぐらい、ポッチャマ世代、ポッチャマ、ヒコザルとか、ヒコザル、今見たらヒコザルって可愛いですね。ポッチャマ一択だったけど、ポッチャマ、この前 UFO キャッチャーでさ、ポッチャマの可愛いぬいぐるみ見つけてやったけど取れなかったです。私は UFO キャッチャーが下手くそです、取れない。ポチャポチャ、怪力、怪力ってあのマッチョみたいなやつ、岩の、岩ゴツゴツしたやつ、ゴツゴツ巡り巡ってる。やっぱ服とかもそうだよね、昔流行ったものがまた来るみたいな言うじゃん、タピオカとか。今は何がブームなんですか、世の中って。いちご飴ってもう終わったの？なんか今さ、タンフルっていう名称になってない？いちご飴とかじゃなくてタンフルが流行ってません？タン、タン、フル、フル、韓国語なのかな、タンフルって。フルーツ飴のことタンフルって言うって聞いた。タン、タン、フル、フル、 TikTok の音源でもある、タンフル。タミフルってさ、インフルエンザの時のやつ、タミフル。ラブ&メリーはあの周年、おじゃまじょどれみも周年、20周年とか25周年とかのやつがなんか最近多いですね、グッズ。牛タンまだ食べれてないんだよね。そういえばタンフルで思い出したけど、牛タンをね、今日ね、駅で、広島駅で食べようかなと思ったんよ。でも思ったより昨日の夜のお弁当がお腹に残ってて腹ペコじゃなかったからさ、諦めました。愛媛のリリーの会場はエミフル、やばいやばいよ、大喜利始まってる、だんだん。タンフル、そう、でも東京ね、出歩く時間なかった。昼に出て夕方着いてもうずっとフジテレビさんにいました。今朝はもう朝から電車に乗りました、ガタンゴトンと。スケオさんお断りです。ジョイフル、アイフル、おー、ジョイフルいいよね、ジョイフル。
安いファミレス。ポイフル、やば、懐かしい。あのジェリービーンズみたいなグミ。ポイフル。そう、明日リリーベのメンバーは今日は CD ショップ巡りだったらしくて、いいなぁ、羨ましいです。 CD ショップ巡り、前2期生で行った時楽しかった。 CD ショップ、パセリはビューティフル。え、ちょっと何も出せませんよ。嬉しいけど何もお礼できないよ。あ、そうなんだ、桜坂さんコンサートがあったのか。うぃー、今日桜坂さんといえばみほ、みほだね。さとふる、おー、ふるさと納税。広島でテレビを見てたら初めてジョイフルの存在を知りました。そっか、ないのか、ジョイフル。ジョイフル、私はジョイフルしか知らなかった。逆にあの地元はもうサイゼとかなかったから、もうジョイフル、何サイゼって、都会じゃんって思ってた。ジョイフルしか分からん。ガストもおしゃれ、ガストもそんなに頻繁にこう見かけるものじゃなかったから、ジョイフルもう一択みたいな感じの、ファミレスといえばジョイフルみたいな。九州か、ジョイフル。すみれさんとジョイフル、そう、私のおばあちゃんが兄弟会をジョイフルで開く。そうよ、兄弟の集まりをねジョイフルで開いて、みんなでバイバイするのがね好きだったんですよ。今もしてるか分かんない、やってんのかな、聞いてみますか、ね、ジョイフル会ってまだ存在するの。サイじゃなかったです。だからあの HKT さんの劇場公演の MC とかで、そうファミレスとかの話になって もうジョイフルしか知らないからさ、へえってなってた。何のこと。いや、わかる、ファミレスってさなんかバグってくるよね。ダイソーとかもそうじゃない、ダイソーの300円って高いじゃん、高級。ダイソーの500円とかもっと高級だけどさ、普通にあのホームセンターとか行ったらもっと高いやつ普通に買っちゃうよね。あ、大分か、前も教えてもらったな。ジョイフル、コスモス、コスモス大好き。運動会が終わったらいつもコスモスに行っていました。コスモスに行ってアイスを買ってもらっていました。コスモス、広島のコスモスがね閉店してからさ悲しいです。めっちゃ安かったのに、本通りのコスモス、コスモス。超地元トークしちゃって、地元トーク。ジョイフル本田、あ、聞いたことある。長崎ロイヤルホスト、ロイヤルホストは1回だけある。お母さんと妹と行って、あのサラダを頼んでひよこ豆と出会った。ひよこ豆との出会い、そこでひよこ豆が苦手になりました。コスモスね、シャッター閉まってるね、コスモス。ロイヤルホスト、ロイヤルホストのアサイーボール気になる。あー、また目しっぱしっぱ。ひよこ豆、
唯一のチェーン店がジョイフル。ファミレス？じゃあジョイフルいっぱい行きますか？逆に行かない？なんか近くにありすぎると行かなかったりするのかな。みかんさん、回復薬ありがとう。目薬め。サンデーさん誰？何サンデーさんって。サンデーさん、コスモスヘビーユーザーです。おー、私もコスモスとダイレックスとトライアルヘビーユーザーだって。広島に来てからウォンツと、なんだあれは、サンドラック、ウォンツサンドラック、あとひまわり、何でしたっけね、前ショールームで教えてもらったさ、なんか岡山とかにあるよみたいなドラッグストアの名前何でしたっけ。なんかなんだっけな、あ、ザグザグ、それだ、それそれ、ジャバジャバって音したら違った、ザグザグ、それだ。まだ行ったことない、ザグザグ気になってる。 CM でしか見たことない。ザグザグちょっと気になる、ザグザグ、ショールームで教えてもらって覚えました、ザグザグ。あ、私はあれだ、ドラッグストア森のヘビーユーザーでした。ドラ森ヘビーユーザーです。この前帰省したらさ、ドラ森があって感動した。ドラ森じゃん、元気だったって。もうギャルみたいな気持ちになったよ。ギャルが昔の同級生に出会う時の気持ちになった、ドラッグストア相手に。ドラ森ね、やっぱね、地域によって違いますね。広島ないもんな。え、徳島もドラ盛り、ね、徳島に行かないと。ドラ盛りに行ってあれ買わなきゃ、アワライズ買わなきゃ。地元の友達にザグザグの話したらはぁって言われました。はぁって言われることある？人に。ドラモリないよ広島。ドラモリとは、ドラモリはドラッグストア森。なんかリンゴのマークのしょっちゅうなんかガラポン抽選会をしてて、ティッシュが当たる、いつもティッシュが当たる、あれは大当たり、自分的には助かる。ドラモリなんかリンゴのね、あ、このやーみたいな顔してる、これこれです、ドラ盛りのマーク、ヤッホーみたいな、ご機嫌どうみたいな感じの顔してるキャラクター。レオンさんハートありがとうございます。ヤッホーってうん、確かに森感はない。ドラッグストアリンゴとかでも違和感ないかも。なんで森？創業者さんが森さん？森さんが作ったのかな？ちょっと見てみる。会社概要。そうでした。社長と会長が森さんでした。福岡県朝倉市っていうところで。本部の所在地があります。従業員数7736人。ほう、ドラモリ松本清、松清、あ、そんな感じ、そんな感じ。え、松清も私は都会って思ってた、ずっと。
だから広島に来て松木を見てちょっと感動したもん。松木をじゃんと思って松木を、松木をあるって都会と思ったんだよね。松木を徳島やけんやる。徳島なんでもあるじゃん。松木をあんの？え、長崎松木をあるのかな。あんまり見たことないかもしれない。長崎、あ、ある、あ、あります。市内の方にある。あった。いや、私の地元にはなかったですね、多分。いや、あるのか。いや、なさげ、ないかも。松木を、杉薬局とかさ、あんまり見ないから、どっかで見た、名古屋かどっかで見たときに、杉薬局すごーってなったんだよね。名古屋駅にありますか、杉薬局って。どっかで見たんよ。名古屋駅にあるやつはなんだ。名古屋駅でね、迷子になったんですよ去年のツアーの時に。その時に、あ、杉薬局だ、そうだ、杉薬局あるじゃんってなって、ちょっと喜びの気持ちになっちゃった。ちょっと迷子になったん、あの、お母さんとお父さんと合流しようってなってね、じゃあ駅集合ねって、ライブ前にお昼ご飯一緒食べよう、駅集合ねって言って、でもどこに行ったらいいか分かんなくってさ、ちょっと迷子になりました。あ、愛知県が本社なのか。杉、国民ドラッグ、国民ドラッグって何。国民ドラッグどんなやつ、ちょっと調べてみよう。見たことあるかな。ある、見たことある。あの、なんかローマ字みたいなやつ見たことある。あとさ、あとさ、あのさ、東京駅とかにあるさ、緑のコンビニ、都会を感じる私。なんだあれは、ニューデイズみたいなやつ。都会？あれ都会にしかないの？関東だけ？うわー、東京だーってなります、あれを見ると。あ、駅にあるやつなんだ。そうなんだ。何が売ってるの？どんなのが売ってるの？わあ。JR 東日本系。あ、そうなの？じゃあこっちにはないのか。わあ、いろんな種類のスイーツがある。え、すごい、スイカのスイーツがあるよ。スイカのペンギン丸もっちだって。小豆味とカスタード味と。へえ、ほいほい、初めて見たスイカのキャラクターのスイーツ。55分だ。23時までもう少しだから、そろそろお別れの時間です。キオスク、キオスクもめっちゃ都会、もう都会、何でも都会、都会すぎ。 JR 九州の駅の中ファミマ多くね。確かにファミマだ。確かにね、ファミマかも、よく見るかも。博多駅もファミマあるし。ファミマなの？でも駅のホームセブン多くない？そういう決まりなの？何でも不思議に思っちゃう年頃、気になってしまった。
うん、セブン、セブンある。ポプラ、ポプラ、広島に最近またポプラローソンができた。おお、セブンは JR 西日本。決まってんのか。そうなのか。うん、ポプラね、最近もうローソンと合体してるね。合体して最強になってる。ムキムキ。ラーメン屋のチェーン店といえば、もういつもさ一緒にいる人が天下一品ガチ勢すぎて、天下一品天下一品のお洋服とか持ってるぐらい、天下一品の丼、天下一品のお洋服とかなんか持ってるぐらいガチな人がいるから、天下一品。天下一品なんかね、力説された、この前 TikTok で天下一品の動画見せられながら、見て、広島の店舗と兵庫県の店舗は違うの、ドロドロさと麺の感じが違うのみたいな言ってた。ほう私まだ1回しかやったことないからさ、天下一品。そうなんだ。そうなの、だからちょっと食べ比べしたい。本当に違うのかわからん、どうなんですかね。誰か検証してください。全国の天下一品を回って味の違いと麺の違いを検証してください。ゆたパパさん、たい焼きありがとうございます。違う気がする。本当？おお、じゃあ私も違う店舗に行こうと思うけどさ、この前食べたやつを覚えていないかもしれない。美味しかったことしか覚えてない。京都、そっか、京都か、天下一品って。じゃあ天下一品トークをしたところで、そろそろお時間なので終わりたいと思います最後に天下一品トークになっちゃった。ありがとうございました。壇上を読んで終わります。いきます。13位、トニさん。12位、トシさん。11位、しんいちさん。10位、かめさん。9位、おみかんさん。8位、かざのしんさん。7位、いっちゃん。6位、あべひろしさん。5位、よしひろさん。4位、ゆうたくん。3位、やまねこ坊主さん。2位、ゼットさん。1位、じっつーさん。ありがとうございます、皆さん、ありがとうございました。それでは私はメイクを落としてすやすや眠りたいと思います。うん、よく眠れそうです。今日は2日分しっかり寝たいと思います。みんなもいっぱい寝てください。でもね、もう睡魔を通り越すかもしれんから、あのハッシュタグパセリあのねでかまってください。それじゃあ、おやすみなさい。ありがとうございました。